集中でもう音が出る色が感じになってる。これ左です。これ左。しかも駐車場は認めてもらうのでちょっと行ってから駐車場に行って OK OK じゃあ行きます。取引先な
皆さんこんにちは、ラピュラスです。お久しぶりです。ありがとうございます。2月の26日に、こちらで伺いました。今日で、2回目になります。本来であれば3月の21日にですねやる予定だったんですけども、東日本大震災ということで中止になりましてね、今日迎えることがありましたけれども、震災の関係者の方々には負けないで自主と本当にお願い申し上げます。
Thank you.
田さん、ギター、ブレイクさん、古賀さんです。オンベース、川口さんです。まあ、講義ってなりますが、太田さんです。よろしくお願いします。ものすごい元気そうなお父さんいますけど、山本さんです。お二人のギターでリードギターであります柿島さんです。よろしくお願いします。いつも音響の方をいつも手伝っていただいている古切さん、ここにいらっしゃいますか。Thank you.
Thank you.
今日は皆さんの貴重な1時間をいただき、音楽でキャッチボールをやらせていただきました。皆さんどうでしたか？楽しかったですか？楽しく演奏させていかがかっていただきました。そしてそこにあのリハビリ体操ってありますよね。私も3年間あの整形外科と整骨院とね、毎日通ってます。リハビリっていうのは大変なんですけどね、負けないぞ、車椅子の中でも状態だけでもあの踊れますんで、覚えてやってください。またお会いする日までよろしくお願いします。ありがとうございました。久方ぶりの、まあ、今日やっとなんかできたんですけど、ね、まあ、久方ぶりもあってあの皆さんいろいろ反省する点とかいろいろ終わりかと思いますので、まあ、ここの恒例になってますけどのお一方ずつですね、いろいろ意見を聞かせ願えればと思います。強制的ですけど順番にあの本局として書いた上で、あといろんな構想もここにコミュニケーションしながら